スバル R&D スポーツをドライブする山内秀樹です。スタンレーチーム国光の山本直樹です。はい、ということで直樹さん、はい、今回第2弾ということで、はい、1回目の鈴鹿サーキット攻略法がありましたね。思いのほか良かったんですよ思いのほかね、はい、思いのほかあんまり期待されてなかったんだけど想像以上に良かったということで、そこそこ第2弾回数も回ってたみたいね。そう、見た見た、あの最初の直樹の一発目の決め台詞が良かったの。じゃあ1コーナーは一番意識してることなんですか。1コーナーを一番意識、最近なんかあんまり1コーナーがもう1コーナーじゃなくなった。なるほど、コーナーじゃないんだ。かっこいいですね、名言ですよ。カメラ見ながら言ってください。いちいち上げ足を取るなよ違うよ。今回第2弾はですね、車コックピットに乗って、まあ、それぞれの車目線であったりとかそういうところを見ていこうという企画になってます。なので今回あの直樹さんが乗ってる100号車にちょっと 乗させてもらって撮影をしていくという流れなんですけど。え、聞いてないけど。前回の声、あ、前回の声、そう、前回の声寄せられた2人、誰の許可で100号車に乗ろうとしてる皆さんが撮ってくれてるでしょ。そこを撮ってなかったらもうこの話にならないでしょ。そうで、前回良かったっていう声が、うん、あのまあ、アンケートで届いてるから。そんなアンケートがあったの。そう、同級生的な感じの絡みが良かったっていうところと、はい、やっぱ一番良かったのはやっぱ山本さんが意外に面白い人だった。いやいや、言葉違うじゃん、あんなにじゃんなんで変えたの、ね、なんでそれ俺落とそう、ね、そう、みんなね、うん、あのやっぱ直樹さんは真面目な人っていうね、うん、思ってるから意外に面白いんだよっていうのを、うん、私が皆さんに知らせていこうかなと思います。でもそれを引き出してくれたのはね、秀樹だった。あ、ここでそんな優しいこと言ってくれた。うん、これから楽しみだ、ね、あとは自虐ネタが良かったって思います。ああ、自虐ネタですね。まあ、思い起こせばこのモビリティリゾート持ってきでしたね。ここ何年だろう、ここ最近外側の縁石が結構フラットになって広めになったから、結構ここも最近車、まあ、特に GT なんかは縁石、まあ、タグじゃないけどトラックリミット取られない範囲で、あ、ギリギリまで外まで使う車多くなった。俺それに関してはね、ちょっと嫌な思い出があるからそこまで飛び込めないんだよね。なんであのちょっとね、あの下当たって飛んだことがあってね。え、それはいつ、モテギとか分かってるやんだからね、いけないのちょっと秀樹のおかげであそこが改装されてた俺のおかげなの。あれ多分鈴鹿の動画を見て多分直したんだと思う。あ、じゃあみんな俺のために茂木さんはやってくれたんだ。そう、あれ最終コーナーの縁石がフラットになって広くなったのは、あれ山内選手でもちゃんと通れるように平らにして広くした。優しい。誰がどこで聞いてくれてるかわからないから、うん、まあ要望とかリクエストはどんどんこの動画を通じて伝えていこうかなと。うん、それはいいですね。はい、はい、じゃあ行ってみますか。行ってみますか。はい。はい、シビックタイプ R GT に親クラスの山内選手が憧れてるホンダの GT500 クラスにちょっとね乗せてあげようかなと思いますので、まあ1ミリも間違ってない。1ミリも間違ってない。なんかちょっと申し訳ないからちょっとだけ否定してくれ。まあいいや。まあ、まああの500、まあシビックタイプ R、 ホンダのシビックタイプ R がベースになってるんですけど。まあ見た目はなんとなく雰囲気は近いけど、まああまり同じものが使われてるっていうのは少なくて、まあ唯一パッと見て同じようなものを使ってるなっていうのはこれぐらいかな。でもこれも実際にはカーボンだから
全く同じ市販車のものを流用してるわけじゃないけど、形が一緒なのは多分このドアノブぐらいじゃないかなって。あ、もうそれ以外は全部違う。どう見たって違うの。これこんな街で走ったことない、ね、見たことないし、こんな車高で走ってるの一般道で見たことないし、車検こんなエアロついてないし、そうそう、こんな危ないもん。そう、これダメだよ、走っちゃう、ピピって止められちゃう、おまわりさんね。じゃあ早速乗ってみます。え、これ俺乗っていいんすか。あ、ダメダメ、やめときます。なんでやねん、やめときます。なんでやねん、企画潰れるやん、ここで終わったら。俺はスバルに乗っても大丈夫みたい。俺がダメなんだ。そう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 。なんでよ。じゃあドアから開ける。いい、俺触らせてもらっていい、うん、いいよ。消毒した。ここで時間かけてたら終わらんよ。ドアの部分だけでこんなに時間がね。軽いね。よかった、うん、軽いね。ね、こんな感じでした。いやいやいや、せめて座らせてほしいです。あ、せめて。もう開口部が全然違うでしょ。違うね。乗れる。乗れる。入り方わかる。頭からいかないでしょ。そう、やれよ、絶対やってる。やらない、頭からいってやらない。どうぞ。これ回ってるんですか。はい、行きます。すごいな、スバルのスーツ着た人がこんなに乗るってすごいよね。こんなに乗るって見たことないよね。わどうですか、どうですか。いや、思いのほか、思いのほか。めんどくせえ。すいません、聞こえなかった、ごめんなさいね。どう。いや、思いのほか乗れそう。これ多分俺になってるかもしれない。思いのほか乗れそう。ちょっとベース前に出して、これ正しい。あ、ちょうどいいわ、うん、やっぱ足短いんじゃない。足短いんやね。うん、まあいいよ、足長さ。これ何、500みんなペダルで動くようになってるの。そう、逆に、そう、ペダルしか動かないから。へー。これで、え、シートはじゃあ牧野くんと同じなの、うん、そう、あの選手によっては、あの自分の肩をこのシートにもう一つはめて走ってる選手もいるけど、まあ2人そんなに、まあ多少妥協点はあるけど、シートは入れ替えるのめんどくさいからって感じ。え、なんかいっぱい聞きたいことあるんですけど。はい、どうぞ。これハンドルね。いや、それはで、右がアクセル。そう、進むとき。あ、クラッチもあるんだね。そうそうそう、発進するときはこれ踏まないと、ね、そう、エンジンストーリー。2ペダルじゃないんだね。違う違う違う、そう、いつも乗ってるオートマと違うから。ね、一応俺もスーツ着てるからドライバーか。ごめんなさい、ちょっとわかるかな。すいません。へー。何を聞きたいですか。え、いっぱいなんかボタンあるのは、この辺は何。これはね、あのね、いっぱい聞いていいんですか、これ。これは一応今電源が入ってないから真っ暗な状態だけど、あのナイトレースも想定して、一応電源を入れるとこの全部のボタンが光る、ライティングされるようになってて、うんうんうん、LED でどのボタンがどれだってちゃんと分かるよ。ここに出るようになるんだね。そう、結構シールとかステッカーが多いけど、今はこのナイトレースとかにも対応できるように、もうステアリングのボタン自体に色 LED で色をつけて、そこにラベリングして全部文字が浮き上がるようになってるんで。え、このダイヤルは何。これはね、まあ、エンジンマップとかエンジン系の制御的なところを2つあるけど、まあ、このダイヤルで。そうで、昔はここにこの上に4つボタン、まあ、ロータリースイッチがあったんだけど、一回一回手をこう離さないといけないから、もうここでできるように、ね、まあ、使う頻度が多いものは全部こう手を離さなくても親指で変えられるように操作性を重視してこっちに今は移動してる。へー。ここはそれはまた同じエンジンマップなんだけど、まあそんなにいじることはないから。基本メインはこっちなの。そうで、これ後ろからもできるから、この前だけだって。あ、なるほど。後ろからも。なるほど。そう、まあ、結構そういうのは選手同士で打ち上げて、あのメーカーさん HRC の方で、あの、まあ、分かりましたって言って、そう、こういう風にしましょうか。じゃあ3メーカー、まあトヨタさん、うん、ホンダさん、日産さんで、それぞれもうこれも違うんだ。そう、もう全部違う。モノコックはね、基本的に共通だから一緒だけど、ここにあるセンターコンソールとか、まあスイッチ類の種類は一緒だけど、配置とかそういうのは全部メーカーごとに違う。あ、違うんだ。へー。僕が使うボタンですか。まあちょっと電源が入ってないんであれなんですけど、まあラジオがこっちか。あ、ここには書いてあるね、ラジオ、ね、ラジオとか、まあでも、え、ラジオ以外で一番使うのは何。やっぱエンジンマップ。エンジンマップと、まあそうだね、スロットル系のレスポンスを変えたりとか。へー。そういうマップが入ってたりとか。それは何、レスポンスっていうのは
アンチラグとかそういうところでは、まあ、まあそんな感じ、そういうところってことだよね、うん、あんまり企業秘密のところもあるから、昨日今日初めてレースやり始めた人じゃないんだから、その辺ちょっと空気読んでくれると嬉しいんだけど。なるほどね。これを見たら、あの他のメーカーさんからなんかいろいろ、まあでも基本的に500の人たちが使えるマップっていうのはコンピューターが一緒だから、基本的には使えるものっていうのは一緒だから、まああんまり企業秘密と言っても、まあルールが一緒だからこんなにあれなんだけど、ないんだ。あとはこれウィンカーか、ウィンカーってハザードはさ、めっちゃハザードはね、これこれね、皆さん、山本直樹選手はね、めちゃくちゃハザード出してくれるの。ほんとごめんっていう時でも、あ、でもほんとごめんの時はあんまハザード出してくれない時あるよ。なんで開けて下げるんでそんなことないだろう。でも、もうよく使うよね、俺らね。そう、めっちゃ使ってくれるから。え、これハザードもこれでやるの？うん、ハザードはね、これをワンプッシュすると両方、ウィンカーがついて、で、これは、まあ、バイクとか原付みたいな感じで倒した方向に出る、あの3回点滅する感じかな。あ、上にはないんだね、上と下は。それ、どこまで本気で分かんないんだよね、どこまでが本気なのか、どこまでがボケてるのか。分かるやろ、上どうやって使うのよって、うん、視覚的には、視点的には、いや意外に思ったより見えやすいなってちょっと思った。うん、あのシートもすごいフィットしてるし、じゃあ今すぐ乗れるね。うん、勇気はないけど。勇気はないの、うん、本当狭い。いや似た感じだね、うちらと。そう、あと思ってるシート結構寝てるんやね、やっぱ。ああ、そうかもしんないね。うん、フォーミュラー同士だからか、うん、あんまりそうだね、起こしてないかもしれない、ね、結構ちょっと寝てる感じやね。へえ、上げていいの？上げて、上げて、上げて、そう、意外にね、外装はこんな感じで、まあ、シビックタイプ R がベースにはなってるけど、まあそうね。これね、500でかっこいいなって思うのがさ、ここにさ、チタン入れてるやん。うん、ああ、火花ね。そう、あれかっこいいよね。入れちゃえばいいじゃん。いや、300ダメなの、ルール。あ、ダメなんだ。そうなの。あ、そうなんだ。そうなの、あれ言ってる感ってかっこいいよね。わかる。なんかあれ遅くてもあれ火花がいっぱい散ってるだけでも早く見える。わかるわかる。あれかっこいい。そうね。ちなみにこの辺の空気のダクトは何なの？この辺は。これは全部違う、うん、エンジン系だったりブレーキ系だったり違うね、ラジエーターだったりとかがあるから、そういっぱい穴だらけだけどね。そうなのよ。じゃあ次行ってみますか。あ、そっか、次、はい、リアルデッド、このまま行ってみますか。やった、よかった、もう満足、満足。500デビューだね。500デビューだね。よかった、よかった、よかった。ものの30分で終わり。直樹が BRZ 乗るっていうのがまた逆に大丈夫なのかな、ね、誰に許可取るの？いやいや、もう降りてるし。すいません、お邪魔します。これ本当にそうかと思って今焦っちゃった。右と左、基本的にね、市販車ベースと全く一緒です。それどこまで本当なの？いや、1ミリも多分ないと思う。だよね。でもエンジンは一緒だからね。え、そうなの？そうだよ、形はね、まあ、中身は違いますけど。じゃあ違う。ちゃんとした整備隊のエンジンなんで。じゃあ土曜日に何かエンジンが壊れたらさ、秀樹が乗ってきてる車のエンジンを下ろしてこれに乗せてもいいの？乗らない。乗らないよね。乗らない。だよ、形は一緒だけど、ちょっと違う。そう。てか俺300の車をこうやってまじまじと見るのは初めてかもしれない。BRZ じゃなく。そうだよね。基本だって300の車乗ったことあるの？300の車はないけど、
GT3 の車は10時間の時にある鈴鹿の NSX の GT3 が、まあ、唯一、まあ、300っぽい車で乗ったことあるだけで、そうデビューも500でさせてもらったから、あじゃあそれがあれなんだね、初 ABS トラコンとかも初になるってことだよね。そう300はやっぱその ABS とかその辺の使い方でやっぱ変わってくるから、いろいろ。へえ、そうなんだよ。基本的に BRZ とはもう同じところはまあそうだよね、そうほとんどない。なんか500と違ってさ、なんか外から見てさ中は丸見えな感じがあるんだけど、なんか500の方がさもっとさ、まあ間口もさ狭いしさ、なんかあんまり見えないけどさ、なんか丸見えじゃない？そう、うちらフルオープンだから。ああさすがだね。そう気にしない気にしない気にしない、見るなら見ろと。いやもう見るなら見てください。さすが、はい、そりゃファンも多いわでもこれ乗ったらあれ、直樹もスバル、うん、一家としてスバリスタになれる。なれるなれる。帽子も用意して持ってくるからさ。本当にね、スバルの応援の人すごいよね、熱も。優しいよ、ね、よく山内のこと応援してるなと思う。いやいや、それ悪口本当そうかそうか、今自分の評価を下げたら、ね、そう、ごめんなさい。シンプルに悪口、ね、スバルのファンの人皆さんいい人ですよね、本当ね。怒られちゃうから、はい、そうね、はい、ということでじゃあ、はい、初いいですか、どうぞ。お邪魔しますお邪魔しますってスバルの人誰もいないんだけど重くない？嘘。でも俺もね、向こう持った時に思った。重いのか、重いのか、そこが渋いのか分かんない。重いよね多分ね。てかあれが軽いんだよね。あれが軽かったね、ペラペラだったよね。そう、ああ全然違う。カーボンだ、うん、うん、アルミとか鉄じゃないよ。井上さん、ちょっと待って、いや自分で使ってる、怪しい、怪しい、自分が使ってる車のドア何でできてるか分かんない。カーボンだよね。カーボン。あ、よかった。だってお前中身カーボンじゃねえかよ中身カーボンでこっち鉄なわけないじゃん、アルミなわけ。いやいや、分からんや、内側が変わってるのかもしれない。なんでやねん、面白いで、本当に面白いで。なんかね、動画見たことある。あの500みたいに上じゃないんだよね。そう、こうなのよね。そう、斜め。これどっちの方が乗りやすいんだろう、ね、これでもさ、これ跳ね上げるの大変じゃない？あ、でも乗る人が跳ね上げるわけじゃないから。そうそうそう、降りる人が上げるから。そうだね。お邪魔します。うわ、あ、すごいねこの絵。いやすごいね。やっぱ違うね。ねえ、ねえ、ハンドル近くない？本当？俺の身長で近いって思うからさ、秀樹こういう感じで乗ってるんじゃない？いや意外にね、俺ちょうどいいんだよね。なんで？多分手が長いんだと思う。いやいやいや、逆だろ手が俺短いんだと思うだったらこの距離感は分かるよ。今の話の辻褄は合うよ。なんですごい近いよねって話してんのに俺手長いんだと思うっておかしいでしょ、ね、帳尻合ってる。それで合ってないよ。近くない？これあれスタビってついてんだっけ？そう、ついてる。そう、中ってあのアンチロールバーって言ってロールの横方向の剛性を室内で変えられるみたいですね。昔500はできてたんですけど、今500はできない。そう、禁止っていうか、そう、機構がないからできないんだよね。これ頻繁に変える？決勝中はやっぱ触ってく。特にリア側やね、やっぱスタビ。これさ、ベルト締めてるわけじゃん、うん、これで操作ってできんの？できるよ。手長いから。そう、手長いから。それなわけ、手短いんじゃない？だってさ、いや、これだったら普通にできるよ、こうやって、うんうん、これ、これどうやってやるの？下に押して。あ、そういうこと、ね、そう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 。だってベルト締めたらさ、こうなっちゃうじゃん。それはうちの設計に文句を言ってるのかな？できるよ。いや、できるけど。いや、でも確かにちょっとギリギリ大変だよね、うん、ギリギリ扱い、触りづらいっちゃ触りづらいけど、いや、すごいね。なんかうわ、めっちゃ人の車にまず乗ることがさ、ないじゃん。ないね。で、ましてや違うメーカーさんの車に乗るなんてさ、ね、新鮮。これでも本当貴重な絵ですよね。ね、これペダル踏んでも大丈夫？あ、全然大丈夫。
これってストロークこんなもん。そう、いやいや、新しい、これってあれなのか、当たりがついたらもっと短くなるか、あのちゃんと短くなる、思いのか、なんか柔らかいでしょ。そう、長いなと思った。そう、俺も長いのあんま好きじゃないから。あスロットル硬くない？本当？俺硬いの苦手だからさ。あ、そう、もうペコペコなの。あ、そう、そう、アイルトンセナみたいな、わかんないか、わかんない。セナはそうペコペコなの。へえ、セナ足するの、山足、そう、イグ足と山足。あ、なるほどね。そう、気にしたことない。結構意外にその辺細かいんやな。うん、細かい。そう、なんかストロークもさ、やっぱある方がさ繊細にコントロールできるけど、うん、短い中だとさコントロールできないじゃん。だからなんかちょっともうちょっと長くてもいいなと。アクセルの方、うん、じゃあ指示しとくわ。いや、わかんない。いや、ストロークが長ければさコントロール性が上がってさ、その最終コーナーでスピンしたりとかもなくなるかなと思って。めっちゃ言うやん。あ、ごめん。もうやめとこうか。電源入れていこう。本当ですか？いいんですか？いいんですか？あ、わあ、これって市販っていうか。あ、そう、それはね、市販。てかめちゃくちゃ綺麗だね。え、500こんな綺麗じゃないの？ね、500にもね、メーカーによってちょっと違うかも。ホンダはね、あんまり綺麗じゃない。そう、だから気をつけて。いや、逆に怖いし、まあでも追いつくことないからね。あ、FCY ボタンじゃないんだ、これ。そう、あのパチっていう方、ピットのやつもそうだし。あ、そうなんだ。そう、違うね、面白いね。あ、ウィンカーここにあるんだ。そう、あ、で、ウィンカーついたらここにランプが。あ、そう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 、つく感じ。いや、絶対にハンドルにないとあんな頻繁に出せないもんね。出せない出せない。他の多分300ってさ、そう、そこにあるから出しづらいんだよね。そう、だから出す気がないわけじゃなくて、もう余裕がなくて出せない人も中にはいるよね。そうそう、へー、そうなんだ。いや、面白いね。目線はどう？なんか思ったより、ね、いや、意外とあのボンネットのさ、この最後こうわってこう跳ね上がってるところがちょっと見づらいなっていうか、見た目だとここがこんなに盛り上がってるとは思ってなかったから、意外とここがあるんだと思って。なんか500乗った時意外に見えやすかった。ててかさ、これって秀樹のポジション？そう、てかタクちゃんと俺一緒なのよ。このペダルも動かせないし、ね、全部さ近くない？お、まあ、近いよ。あ、それは井口さんと合わせるの？そう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 。あ、そうなんだ。ちょっと近い。え、じゃあさ、もしさずらしたいってなったらさ、それはベースずらせる？まあ、いや、もうこれがいっぱいいっぱいの。あ、そうなんだ。え、椅子も？椅子も。あ、そうなんだ。そうなんだ。だからこれ以上はね触れんのよ。あ、じゃあ仕方なく乗ってるところも正直ある？ちょっとある。足、特にペダルとかはそう。へえ。なんか500よりも逆にの乗ってるところは狭く感じるけど、意外とその助手席って言われるようなこの隣は広いなって感じた。500はこの辺に、まあ、もともとモノコックの形状的に結構こう狭くなってる部分があるけど、こっちだって乗せようと思えばシート積んで、ああ、できると思う。道場倉庫みたいにできると思う。だからなんか中はなんか広いなって感じ。まあでも非常に貴重な経験をさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、これ500にはこれないからさ。そう、300専用のあれだよね、多分ね。そう、500はさ、で300はこれをして終わり、おしまいでしょ。そう、ね、これないもん。え、これ取るときって押せばいいの？そう、そのプッシュして。そう、へー。え、これ中から出るときはこれ引っ張る？そう、そっち。へー、あ、そういうことね。そうそう、ドライバー側からじゃないとできないよね。違うわ。はい、今日は貴重な経験ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかあの500 の, あのコックピットに乗れるっていうのはなかなかないと思うんで、はい、よく許可が下りたなとは思いますね。非常にいい経験でした、はい、ありがとうございました。山内選手が乗れるとは思わなかった。メカから NG が出る。山内だけはダメだ。なんでやねん。
どうでした500は。やっぱああやって座ると一回乗ってみたいなっていうのは正直、ね、はい、ドライバーとしては、ね、はい、それはね、すごく思いました。300乗っても、まあ、スバルの車、まあ、車載とかはね映像で見たことあるけど、実際に自分が乗ったらどんな感覚でどんなフィーリングになるのかなっていうのはちょっとこう座るの逆に、あ、より乗ってみたいなって、ね、そうだよね。なんかこうメーカーとかが絡むからなかなか難しいけど、ね、このオールスター的な感じで全部レースが終わったら、それ面白そう、試乗会的な感じがねあったらすごいいいなと思うんですけど、面白そう。逆に BRZ 乗ってみてどうでしたか。 BRZ はまあやっぱりその500に比べて、まあ、カーボン、そう、モノコックでがっちり固められて守られてるっていう感じがちょっと少なく感じたから、逆にスピードはあんなに速く走ってるのに結構こう、まあ、もちろん安全性は高いんだろうけど、結構こう500と比べちゃうと守られてる感が少ないなとは。すごい勝ったもんね、うん、カーボンで作られてるあのモノコックの乗るのも正直大変じゃん、乗り込みも。だけど、まあ、意外ともうすぐシートだから、あれ側面で当たったりとかって考えると結構すぐなんかこう壁にぶつかったら体近いなって思うと、う、ね、あ、なんかこんなに300と500で違うんだなっていうのは思ったのかな。確かに、うん、10年ぶりに右ハンドルレーシングカーなのかなそれが BRZ だったんですね。そうね、はい、何か縁があるかもしれないですけど、スバルさんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、BRZ は最終戦、まあ、現状ではちょっとチャンピオン争いに絡めない中での最終戦となるんですけども、ただやっぱりいろんなことがある最終戦で、それが鈴鹿というところで何が起こるかわからない、そして、時期的にもこの寒い時期で何があるかわからないというところは、すごく面白みあると思いますので、ぜひ興味を持って見ていただけると嬉しいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回茂木で収録ということで、この結果次第で、まあ、最終戦タイトルの行方が大きく変わってくるかと思いますが、しっかりと、タイトル争いの渦中に、いたいなと思いますし、まあ、最後鈴鹿も、ホンダにとってホームコースではあるので、しっかりとそこで優勝、そしてチャンピオンを目指して、しっかりとチーム一丸となって戦いたいと思いますので、皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。そして今回の回数が、どのくらい回るかによって、山内選手との、3回目が、大きく影響すると思いますので、これをたくさんの人に拡散していただいて再生回数がたくさん回ることを願っていますので、皆さん視聴の方よろしくお願いします。それでは2024年シーズンの締めくくり、鈴鹿でお待ちしてます。